インターネットで配信される番組にも放送法の政治的公平と同様の規律が求められるべきなのか、国会で質疑が行われました。ネット上を見ますと、政治的な思想が前面に出ている番組も多く存在すると。でこうしたネットも含めて政治的公平性をどう捉えていくのか、どういう姿勢が総務省に求められていくのか。インターネット上の映像配信サービスは放送法の適用を受けないサービスであり、4条の規律を受けることはございません。現時点において委員ご指摘のような新たな規律を導入することは考えておりません。松本総務大臣はインターネットに放送法と同様の規律を設けることについて、表現の自由や政治活動の自由を保障する観点から慎重を期すべきとの考えを示しました。一方、質問に立った立憲民主党の石川議員は、ネット動画などの社会的な影響は大きくなっているとし、社会が考えなければいけない課題だと指摘しました。